模式を61回目8月後半編ですね。書いていこう。字下手か。ちょっと待ってください。ウェイトが重すぎる。もうこの辺8月後半編ですね。編ってどういう字だっけ。後半編、変ってどんな字だ？これか？糸編にこれか？合ってる？合ってますか？配信じゃない。配信、未だかつて配信したことないのに、配信風。はい。青山翔子、秋広かな。さあ、まあ、ね、一週分、各週と言いながら、今回はね、8月の、最終週一歩前なんでね。8月は月曜日が5回あったんですね。なんで、隔週にすると8月のこの回が、微妙な感じになっちゃうので、あえて、一週分、隔週と言いながら飛ばしました。やっていきましょう。もう実習ね。実習が始まったんですよ。新しさ。なんか、薬局実習ってやつが始まったんですよ。それのせいで疲労困憊ですわ、今日とか。本当は先週これあれだな。消せないのに消せないっていうか、これがあるせいで。どうしようかな。これをコピーして、で、これをこうしようかな。これ消そう。あ、コピーしたんだったっけ。まずこれをこうして、これをこうして、こっちに書こうか。ピーチャーどうしようかな。まあ、最終、雨降って、みんな体力あるんでね。まあ、投げさせましょう。そうだ。今週の清宮についても言っておきたいところだなとは思ったんだけど、今週の清宮っていうか、日曜日の清宮の活躍を皆さん、目に焼き付けましたか？日曜日の清宮。ね、3週間単位で振り返ったりするのはちょっともう、労力の割に、人が興味なさすぎるんでね、歴史的な資料としてはね、価値があるのかもしれないけど。日曜日清宮はすごかった。はい。4打数3安打かな。とりあえず3安打、猛打賞だったんですね。いつぶりなんでしょうね。3安打、猛打賞。しかも、スリーランホームランを含むというね。もう、素晴らしい活躍を。誰も影響なし。スリーラン含む3安打。ね、清宮、まあ、ここまで苦戦してきたけども、ちょっとここに来て良くなってきたのかなという感じもしますね。ね。とはいえ。ハムはね、上位狙うの厳しいんじゃないかな、今年はっていう感じしますね。ワンボーロンを一番に起用して、ね、日曜日をね。ワンボーロン結構叩かれてるんですよ、ネット上ではね。某、風の民たちがさ、ワンボーロン叩くわけですよ。これやっぱりハムの、やっぱりこれからの、なんだろう、ニュースターだと思ってるから、ワンボーロンは。だからね、多少不甲斐ない成績を残したとて、この安堵って怖いな。この安堵怖いな。ちょっと安堵ってやつ、ちょっと、安堵ってやつ云々よりも、やっぱこの辺の、不甲斐ないピッチングだよね。岩本の不甲斐ないピッチングですわ。ね、満塁ホームラン。そして堀田が打たれると。ちょっと怖いね、これは。シーズン後半が。みんな調整してるはずなんよ。8月構成をかけるためにね。みんな調整してるのに、ホークスとの差が広がっていく。差が広がるね。差が詰められていく。いや、
新庄すごいね。新庄大爆発。三冠王は狙われない、狙えないまでも、ホームラン39本は立派だね。そして119打点。新庄1番にしようかな。新庄1番と鈴木清。これはオリジナル選手かな。架空選手っていうかな。ワンボーロンはね、1番に起用して、まあ、ヒット1本しか打たなかったんだけど、日曜日はね。でも、期待してほしい。ワンボーロンに。ワンボーロンに期待してほしい。俺は信じてる。ワンボーロンを。俺が信じる。ワンボーロンを信じろ。違う。ワンボーロンを信じる。俺を信じる。この3試合目か。3試合目が試合だな。試合見ながらってことになりますね。どうしよう、どうしよう。勝つ試合が見たいな。勝つ試合見たいけど、そうもばかり言ってられないよね。はい、はい。ちなみにこれ、左手にドリームキャストのコントローラー、右手にペンタブを持っています。こんな器用なことができるのも、ペンタブを持つことと、ドリームキャストのコントローラーを長く持ってきた俺ぐらいのもんよ。これができるのはね、このテクニック。ここ大事ね。もううちが送り込んだピッチャーじゃん。よしよし。もう負けられないんよ。もう真面目にもう負けられない。もしきよシリーズはさ、あんまり再生数伸びなくてさ、伸びなくなっててさ、ちょっと辛酸舐めてますけどね。まあ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 、なんかこう、まあぐだりながらね、だべりながらやっていく放送なんでね。放送っていうか動画なんでね。うん、そもそもコンセプトとしてね、面白いことをやるっていうよりは、まあ、日々のね、野球のね、話題をこうね、ぐだぐだっと喋りながらね、試合をね、オートで流れていく試合を、つまみに、ぐだっと喋っていくやつです。いろんな話をしていこう。いろんな話を。もうちょっとで、あれなんです。チャンネル登録者数が700いきそうなんです。すごくないですか？すごいですよね。俺はすごいと思う。俺はすごいと思う。これどんどん作っていかないと、書き込めないや。これ書き込めないや。今回全然言わなかった。どこの野手が、誰がどこの守備してるとか、言わなかったな。ぼーっと喋ってた。ダメだな。結構疲れてます、今日は。月曜日に上げるつもりじゃなかったから。月曜日に本当は上げるつもりじゃなかった。先週の、うん、でも今日は本当に朝の9時ぐらいかな。朝の9時に、薬局の初めてのね、初日だったんでね。朝の9時に、着くように家をね、8時にね、自転車で出てね、そんな風にね、40分かけてね、薬局まで来ました。40分チャリって、高校生かよっていう。でも仕方ないんだ。仕方ないんだ。バイクで行こうとするとさ、バイクで40分の道、40分じゃないけど、多分市内までのね、道のりをさ、バイクで行こうとするとさ、どこで交通渋滞が起こるかわからないので、いつ着けるかわからないっていうことを考えたら、まあ、確実に間に合う手段って、まあ、バイクかな、バイクの自転車かな、みたいなのと、まあね、まあ、体を動かすのも大事かな、みたいなところで、チャリを選択して40分かかり、ね、40分かけ、40分チャリでよ、朝40分チャリこぎ、ね、で、9時から17時まで、薬局で拘束ですわ。実習という名のね、やりがい搾取をされている。いや、まあね、全然やりがい搾取とかじゃないんだけどね。やらなければならない。すごいな、今日。完封の勢い。完封される勢い。ここらでタイムかけとく。いや、でも、つぼいだしな。ダメだな。うん、で、5時からまで40分チャリかけて、チャリこいて、帰ってきて。まあ、とりあえず、今日、模式を上げなくちゃいけないじゃん。まあ、隔週と言いながらさ、8月最終週に上げるわけには、まあ、自分の中でいかないのでね。だって8月最終週に上げてしまったら、ね、9月の2週目ぐらいにさ、動画が上がることになるからさ、それはちょっと違うなっていう。清宮だ。さあ、清宮だ。さあ、清宮だ。アウト。もう帰ってきました。これ今日すごい頑張って動いて。で、このグダグダ喋りですね。グダグダの喋りですね。仕方ないよ。仕方ないよ。超人じゃないから仕方ないよ。
ねえ、もうしんどかったわ、もう疲れた。生きるのしんどい。ね、今チャンネル登録者数700人なんでね、このままなんかこのチャンネルがどんどんぐんぐん伸びていって、ぐんぐん伸びていって不労所得を得られるようなそんな生活が したい。これから3ヶ月実習があるんですね。ここチャンス、ここチャンス、ちょっと見ていきましょう。ここチャンスです。どうして始め、あと少し、あと少し、あと少し。清宮で、清宮に期待しましょう。ふぅ清宮、調子絶好調。打率2割3分。あと少し。ここまで2打数ノーヒートかな。ちゃんと見てなかった。右左下を。これね、マウスのカーソルがここ出たらいいんですけどね。出ないんですよね。こういう声より向こうは行かない。アウトでしょうね。アウト。ミニ球場に戻ります。ガンちゃんはどこまで引っ張るかだね。別にピッチャーの調子はそんなにあれなんで、右、右、左、川口のところで、左を出してもいいな。川口で左だ。ここで1点入れるわけにはいかないし、ここで負けるわけにもいかないんで、まあ、豊富な戦力の中から左、原口。原口に出てもらう。あと少しで700人。8月中に行ったらいいな。行きそうだけどね。でも、何も考えてない。あー !700 人行ったから何かできるかっていうと、今週は厳しいかな。週末になんか余力があれば何かやりたいけど、何も思いつかんな。ダメだ。こんな動画ってある？やる気なさすぎないですか？やる気なさすぎますね。ダメですね。いつになく弱ってる。別になんか薬局で実習するにあたって怒られ、小笠原かな？今日は悪いところ出てるな、うちのチームの。うちのチームの悪いところ出てる。よしよし。よし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 。十分十分。ここはまあ右上でいいかな。バンドは出塁してますね。悪くない。悪ないよ。よし。これ2点差。まあ別に怒れてしたとかしたわけじゃないんだけど、なんか知識不足をあまりにこう露呈しまくって。だってうぅ、1点入った。2点入った。原田ー。そして、打席には白ローズ。黒ローズ。白と黒のローズ揃えてるのいいね。白バラ、黒バラ。白バラコーヒー、黒バラコーヒー。なんかね、何かな、まあ、秘蔵の位置はどこかみたいな。秘蔵です。皆さん秘蔵ご存知ですか？秘蔵。秘蔵の位置はどこかみたいな。問題。問いかけをされましてですね。秘蔵って、ね。聞いたことある期間だけどさ。臓器だけどさ。どこにあるの？どこっていうね。ちょっとここら辺からちょっと見ていきましょう。どこみたいなやつさ。わかんないんで。なんとなくここかなみたいな。でも全然違った。心臓じゃない。でもな、人の体で言うたら、心の情が、この辺にある。脇の下のちょっとこの辺にある。そこにあるのは脾臓ですね。脾臓。脾臓が何してる器官かって。もうよくわかんない、ね。脾臓ってのは、赤血球とか、白血球、まあ、赤血球かな。破壊とか。古くなった赤血球を破壊する臓器なんですけど、これ、脾臓、摘出してもいいんですね。人体に2つぐらい、いらない臓器というのが、と言われているものがありましてね。脾臓と、中水、盲腸ですね。この2つは、なんか、取ってもいいらしい。中で脾臓はね、
まあ、摘出していいんだけど、じゃあ秘蔵を取ったらどういう風な影響が出るかみたいなことですね、言われてね、全然思いつかないですね。もうね、8ヶ月ぐらいね、勉強してなかったもんね。家に引きこもって YouTube しか上げてなかったもんね。他にもしてたけど、もう知識不足の露呈ぶりがもうどんどんこう、どんどんこうメンタルをやられてしまった。秘蔵はあとこう腎臓ここら辺ね、腎臓ここら辺ね、どの辺にもうちょっと上だね、背中のあたりっぽいよ腎臓は。だから腎臓がある人っては背中が痛いっていうふうになるらしい。ほーんっていう。なるほどね。おバンド、ここまで頑張ってきたおバンドが。でもね、この試合負けるわけにいかないんですわ。この試合負けるわけにはいかないのよ。負ける、このまま行くと負ける。こんなダメな配信ってある？配信じゃない、動画だから。動画なのに全然ポイント作れてない。だって野球つくの動画上げてるだけなんだから、そんなポイントなんて作れないわ。最近どんどん YouTuber とかさ、 YouTuber に芸人とかが参戦してきててさ、よう投げとる原田が、よう投げとる。これでピッチャー変えましょう。原田がよう投げとる。掘ったかな、掘ったかなとか言ってんな。あと何やったかな、あ、バファリンとかさ、マイスリーとか、そういうの話してたな。マイスリーって睡眠薬なんですけど、睡眠薬ね。通常30錠、30日分がせいぜい、みたいな感じですか。30日分だな。これってなった。あんまり怪しいこと言ってるな。30錠って言われてるような気がするの、確かに。しか、出してはいけないんだけど。この30錠以上にね、出してもいいケースとかもあったりして、じゃそれは何かっていうふうな問いかけがあったりして、ね、いつだと思います、どういう時に、こう、それよりも多く出してもいいっていうふうになるかって言ったら、船のね、船舶保険とかに入ってる人は、一回ね、日本から出航したらね、結構なんか、一回出航したらさ、すごい長いこと、ね、半年ぐらい、ずっと遠洋漁業とかしてる人とかいるわけですわ。そういう人たちは、やっぱり、こう、一月だけの薬じゃ、途中でなくなったりするかもしれないっていうことで、ね、規定以上に薬を出すことも可能みたいなね。ナイバッチ、野口ナイバッチですよ。とかね、バファリンの意味とかね、いろいろね、学ぶべきことは多かったですわ。もう知らないことだらけだ。まだまだだな。変えとくべきだったね。全然変えとくべきだったね。まあ、田中健介なんで。ここ走らす？いや、走らせるのはちょっとバカかな。落ちちゃ家路だしな。だって防御率 0.81 だぜ。走らせるだけバカじゃん。ピンチになっても強いからな、落ちちゃいな。防御率 0.81。得点圏にランナーを進めない方が逆にいいまである。ほぼ真上に上がった。ダメだ、今日は これドリキャスだからできるね。ドリキャスで、左手にドリキャス、右手にこのマウス、ペンタブっていう体勢だからできてるけど、他の状態じゃできないね、これ。こうじゃないと、できない。操作もしながら、こっちも操作もしながら、みたいな。僕はどうしてできるかな？できないね。左手にキーボード持っても、キーボード、左手にマウス持っても多分できないね。だから、あれだよ。PS2 とかで実況しようとしてても、これできないから。え、どうだろう？ PS2 って左手と右手できたかな？どうかな？どうでしょう？いやー、上がらねえな、今回は。動画として見どころなし。ただ負けたな。ちょっと記録を見ましょう。情報を見ましょう。あまりにこう、さっくり行きすぎたんでね。ちょっと情報を見ましょう。
チーム情報かな、チームの歩みっていうか、チーム情報で勝敗、月の順位か、これから勝敗かな、順位表見て、対戦表見て、成績表見ますか、成績表見て、でもこれ、できれば実機の何試合が見たいかな、見たいかって感じですけど、対戦表見ると、別にホークスに負けてますね。ホークスに負け越してますね。うちはロッテには勝ってるけど、オリックスにはあんまり勝ってないし、なんならホークスには負け越してると。で、追いつかれていると。ホークスは逆に、近鉄に弱いけど、あとの球団には大きく勝ち越してるし、オリックス相手には5敗しかしてないと。なるほどね。すごいお得意、カモにしてる球団があるってことですね。で、ホークスとうちのチームの今の状況を見比べてみて、135試合なんでね、あともう27試合、24試合、23試合かな ?23 試合ですね。もう次の週じゃないな、次の回ぐらいでシーズンが終わるかもしれないって感じですけど、まあ、チーム防御率を見てみると、上から、下から3番目だけど、ホークスとの比較で見ると、防御率 0.5 以上の差が開いてますね。0.66 ぐらい。防御率 0.66 か。でもまあ打率ではね、圧倒してますね。我がチーム。打率では他の球団を圧倒している。盗塁数、ホームラン数。圧倒してるけど、得点、ちょっとこれ得点に注目してみると、ホークスとまあ、打率ほどの差の開きがないよね、これね。たかだか、なんぼ ?46-19、21、19、1、26、20、27ぐらいしか得点の開きがないですね。うん。得失点とかで見たら、もっとあれかな、なんか、よくこれで、1位じゃないか、今同じか、同率か。ちょっと厳しいんじゃないかな ?1 位をひた走ってるけど、こう、シーズンで見てみると、シーズン通してみると16勝8敗、13勝11敗、16勝7敗、12勝9敗で、ここまでは調子良かったんですけど、調子を上げるぞって言った8月、徹底抗戦を始めると言った8月に入ってから成績を落としてますね。負け越してます。ねちょっとこれは、厳しいんじゃないでしょうか。一方のホークスは4月の方は負け越してますね。11勝13敗で負け越して、4月ってあれだな。4月ってこの、ロッテすごい負けたんか、もしかして。そうでもないか。で、11勝13敗負け越しからの5月に16勝8敗で大きく勝って16勝7敗、12勝9敗、11勝9敗ということで。まあ、上がり上司といったところでしょうかね。でしょうかね。おー、近鉄強い。近鉄強い、やばい。やば。近鉄も怖いですね。ってな感じですわ。ちょっと、来週、再来週にあげる、この模式をシリーズが結構今シーズンを決定づける回になるかもしれないですね。まあ、こっち、ランキングとか見ても面白くないかな。まあ、その通りだよね。だいたいこの、大体いつも出てるあのテレビニュースのあれと同じだよ、ね、ニュースのランキング出して変わるデータが出るわけではないと思うけど、新庄が43盗塁、出塁率でやっぱ一塁がすごい出てるな。こうしてみるとうちのチーム出塁率が、打率の割に出塁率が低くないですか。こんなもんか。出塁率という点で見ると誰かが低いな。新庄が意外に打率よりも出塁率が低いって感じかな。そんな感じがしますね。うん。こうしてみると新庄の、25しか。他のメンツが40とか普通にフォアボール取ってると、なんか新庄だけは25の四球数ということでね。これがやっぱり響いてるんでしょうけども。まあね、この悪球打ちは逆に言えばこれがホームランにつながってたりしたりするから、まあ、これは悪く言えないね。だって120打点だもん。安打数166はイチローを超えてるもの。これはもうね、悪くは言えない。これは悪くは言えない。出塁率よりも打つことを選んでる。さすが新庄、さすがスター。言っております。
言っておきましょう。いや今日は本当にゆっくりだらだら喋ってるな。まあこういう動画もね上げていきましょう。言い訳しかしとらん。全然言い訳しかしとらん。じゃあ、こういう感じで、再来週また動画を上げます。再来週はまあ9月に入ってからの動画なんでね、まあ練習方法やらグッズのあれやらそういうところを見ながらやっていきましょう。ほいではね、暑さをもう少しで、和らぐでしょう。もうちょっと頑張っていきましょう。ほなまた。